こんにちは、ゴッドコウタンです。今回はとある呪いのマインクラフトをやっていきたいと思いまつふふあかかっこいい。見えるかな。なんか僕手おかしくね。なんか手がさ削れてね。右手すごいことなってない。なんかちょ待って、怖い。Come back. No, don't go. Come back しか押せねえわ。じゃあ、やりますね。なんか今回、なんか看板書いてるね、これ。じゃ、leave. この、いいねマーク。顔文字がある。全体的に昔のマインクラフトのようですね。I ボタンだ。I キーでインベントリーが開けるっぽい。で、help? なんかいた?なんでおかしい。僕何よし、慣れた。大丈夫、慣れた。ただテクスチャが違って、敵対化しているだけの有効モブだ。真のクラフターモードでもこんなやついる、いないか。いないけど、あ、わかった。あれだ。SCP に感染したタイプのと、you are die なんたらかんたら、あー、やばい。有効モブが全員敵モブになっちゃってるタイプか。あー、なるほど。そいつはきついな。じゃあ、とりあえず、普通のマインクラフトのように原木を掘って、で、それを使って、作業台を掘るか。このスティーブもなんかいろいろおかしいんだよね。全体的に腕が欠損しているし、服にはヘルプって書いてる。あと、目と口から血が出てるな。木材をクラフト。で、作業台を作る。で、残った木を全部回収しよう。この世界多分木、剣とか、そういったものが重要になってくる。あと、普通の木と全然明らかに違うような生成の仕方してるから、真面目に木を切ろうとしたら、ちょっと大変かもしんないな。このマインクラフト、バージョン000ゴーストっていう、まあ、未知のバージョンですわな。普通のマインクラフトにはこんなバージョンありませんから、このマインクラフト、お化けか何かに呪われているのかもしれない。ペロブラインとはちょっと雰囲気が違うよな。だってスティーブがさ、血だもん、なんか。腕が欠損してるし、全体的に、ね、今までの呪いのマインクラフトよりも生々しいというか、グロッチーよな。グロッチータイプのマインクラフトっていうイメージですか?あんまりグロいの苦手なんていうな。とりあえず呪いつったら、なんだろうな、そうだ。血とか流そう。そういった安易な考えでしょう。看板には、さっきと同じような文字が書いてますね。じゃ、レイブ。いいね。至るところにある看板と、殺風景な風景。あと、やたら深い木。そして、原木が中途半端というか、まあ、斬新な切られ方してるよな。で、インベントリーが、なんか黒いし、スティーブの見た目も、なんか、血っぽい。ん?待って、なんかいる。なにこいつ。なにこいつ。なんか、透明のやついない?透明なやついる。透明なやついる。あ、鶏か。あ、鶏が、カレー。お前、ダメだ。あかん。これはよくねえ。あいつはお化けだ。目に見えねえお化けだ。なんか一瞬見えた薄汚い服のようなボロボロとしたあの見た目。あれはお化けだ。透明なのもうなずけるし。変な声も聞こえる。じゃあ、自分の身を守れるように剣を作っておこう。この世界、石があるのかわからないけど、この中で今作れる中で一番攻撃力の高い武器は木の剣だからな。木の剣は攻撃力が4しかないけど、あ、よかった。ちょうど石がある。石を使えば、石の剣が作れる。石の剣があれば、今回、一番強そうな武器が作れるというわけだ。はい、石の剣。よし、攻撃力が5になったぞ。あー大変だ。怖いな。いやーもういないかな。今までのマインクラフトの中で一番なんか分かりやすくドキドキできるタイプだ。あ、鉄がある。やったラッキー。このバージョンのマインクラフトの鉄って結構レアらしいっすよ。丸石でピッケルを作る。で、このピッケルを使って鉄の鉱石を掘る。全部で何個あるかな?あ、4つか。4つあれば盾とか作れるし、鉄の剣が作れる。そっか、このバージョンは盾とかないか。盾はバージョン 1.9 だったな。で、かまどを作って、
鉄インゴット焼いてっていういつもの作業ができそうなわけで、あ、なんか慣れてきたぞ。いつもの普通のドキドキマインクラフトって感じがする。もうさ、鉄鉱石の横の羽、この羽、さっきお化けらしきものを倒した時に出たんだけど、このバージョンのゾンビってなんでか羽落とすんすよ。だから多分このバージョンはマインクラフトを改造したもので、ゾンビとか有効モブが全部敵対モブになっていると。で、ゾンビがテクスチャ変えられて透明になっている。透明だからゾンビが襲ってきたりして怖いよね。ゾンビの鳴き声もなんかやたら長ったらしいお化けの断末魔のように聞こえて怖いよね。そういうことですよね。僕はマインクラフト、今なんかいた？なんかいたよね今。なんか明らかにいたよね。やばい。あの、霧の向こうにさ、チラッチラッチラッってさ、黒い人影のようなものが見えるんだよ。当時のバージョンにしてはやたらテクスチャが凝ってそうなモブが見える。ゾンビとかステルトンとは別の何かが見える。影だからよく見えないな。怖いな。僕あんま、やっぱいるあいつ。何あいつ。え、何いっぱいいるあそこに。え？ SCP？ 近づいたら消えるんだよ。ってことはあんまり怖くない。あとなん、連打が遅いこれ。ブン、ブン、ブン。ああ、原木か。ああ、怖い、怖い。で、鉄の鉱石4つあるから、今のうちにかまどとか焼いちゃおうかな。かまどを焼くために、作業台を作る。かまどを、これなんかね、並べるのがね、ちょっとゆっくりになっちゃうんだよね。で、かまどを作りの、なにこれ、上のテクスチャー、バグってね。このバージョンはまだかまどの上のテクスチャーができていないっていう、そういう感じ。鉄インゴットを4つ焼く。まあ、原木があと1個足りないから、向こうから原木を取っていきましょうね。ちょっとでも離れたらさ、霧が濃すぎて自分が今までいた場所がわかんなくなっちゃうから、気をつけないといけない。鉄インゴットあと1個焼いて、鉄の剣を作って、僕を完全武装へとする。はい、鉄を作った棒を作る。で、鉄の剣を作る。はい、神、素晴らしい。僕に対して攻撃してくるモブを一網打尽にできてしまう。さすがだな、僕やっぱマインクラフト上手いな。ああ、怖い。いや、怖くない。大丈夫。はい、いける。あ、やばい、体力が。やっぱいる。なんか、ん？あ、やばい。なんか、多い量が。お化けと名付けよう。なんか、マインクラフトゴーストっていう名前だから、このバージョンがね。だから、まあ、仮の名前として、あのお化けのようなものをゴーストと名付ける。ゾンビのテクスチャを変更して、透明にしたり、すぐに消えるようにコマンドをプログラミングしただけのように見えるけど、怖いものは怖いので、なのであいつら、あ、待て、違うな。もしゾンビだったとしたら、なんで今、昼間なのにあいつら燃えないんだ？あ、だ。あ、戻れる。ダイオール。怖いな。そ、待て。マインクラフトのマインが消えてる。マインクラフトになってる。マインクラフトになっ、あ、戻りました。あ、また変な怖い音がちょっと加わっちゃったよ。一回ホームボタンに戻って、もう一回マイクラ再開したら変な音が戻っちゃった。ちょっと怖いです。あの、大丈夫。あの、なんだろう。僕が好きなフリー BGM 流して、その、こ、なんかいる、なんかいる、なんかいる、なんか、倒した。透明のゾンビが今いましたね。ああ、怖い。でももう大丈夫だ。多分僕のことを襲うようなやからは、あ、もういない。よし。じゃあ終わっていいか？もういい？わかった？じゃあ、検証結果というか、ま、探索ログに移る。探索記録に移るぞ。で、探索の結果に移る。このマインクラフト、呪いのマインクラフトバージョンゴーストは、至るところに顔文字がついた看板と、あと、やたら霧が深い世界。そして、すべてのモブが、グロッチー見た目になって、自分に対して襲ってくる敵対モブへと変化する。そして、透明ですぐに消えてしまうゴーストのような存在が至るところにいる。あと、夜になるとすごい怖くて、たまに怖い音が鳴る。か、僕、こんな BGM 僕知りません。こんな、え？何？あの、ちょっと、怖い。え、夜でしょ？ただの夜だよね。今いきなり消えてさ、あと雲のような構造物があったんだけど、雲だったら普通はそこで消えるよな。消えるけど、なんかネザークォーツブロックで作られたような建造物のようなものが近くにあった。近づこうとしたら、お化けのようなものに殺された。しかも即死だ。僕はあいつに太刀打ちできなかった。あ、雲か。あ、お前は、正常だ。お前は正常。お前は正常。お前は正常。お前はただの雲。大丈夫。
マヤ君も正常、大丈夫。終わろうか、終わるね。じゃあ終わりますよ。今回ご視聴ありがとうございました。このお化けゴーストマインクラフトが、いいと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕にまたやってほしい呪いのマインクラフトがあった場合、ぜひコメント欄かなんかで僕に対して教えてくださるとありがたいです。それではさよなら。今回のマインクラフトは結構怖いですね。このジェリーって、あ、やばい、戻れない。No, don't go! いや、無理、戻いて。ああ危な。強制終了してやったぜ。僕の勝ちだな。チャンネル登録と高評価よろしく。